ヒーハー。はい、それでは780円のリパを、開けていきたいと思います。はい、それでは開けていきます。はい、闇ゲド岡田和親、あれこれ俺持ってないやつが手に入りました。ガチレアのやつ、はい、岡田が手に入りましたね。ゲージに払って君のデッキの上から1枚このカードをソウルに入れる。このカードのソウルに入れる。レインメーカー、このカードが攻撃した時は君のライフ5以下なら君の手札1枚捨てて捨てたら相手にダメージに。移動貫通ソウルガードです。サイズ3、岡田が手に入りました。これ嬉しいですね。持ってなかったんで。はい、これは持ってる人も多いと思いますけど、まあ、持ってない人には嬉しい。起動からくれないですね。はい。といった感じで、レアはこの4枚かな。最初に入ってたのは。はい。といっても、まあ、バディレアのあのカードは、まあ、大体全部手に入るんで、あんまレアとは言えないけど、はい、ドラゴンシールド、緑竜の盾。お、ハイパーエナジー持ってない人多いかもしんないんで、これもまあ嬉しいと思いますね。ヒーローワールドを作ってる人は。読みの帰り道、これ嬉しいです。ちょこちょこレアカードが入ってますね。グラディダンスか、結構いいっすね。お、進撃の歌、ゴロゴロのドラム、ラテルシールド。はい、コロコロファランクスですかね、これ。まあ、お菓子かもしれないですけど、まあ、ファランクス持ってない人は嬉しいですね。あー、誇り高きか。まあ普通っすね。持ってる人はまあ。デストラクション。スパルタンと。はい、極闇ゲド。コロコロかな。コロコロ、はい、ドラゴニックオーラいいっすね。はい、まあこんな感じですな。まあそんなにまだいまだに、おー、これはいいやってのはないですが、あー、これはまあいいっすね。いいけど、まあそんなに持ってるんで、まあそんなにあれですけど。お、聖杯いいね。なんかこれとこれ必ずセットで入ってるの。システミックダガー、ブラックエッジ、うん、まあこんな感じでした。はい、まあ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 、読みの帰り道、まあ岡田和親が良かったんで、まあよしとしましょう。はい、じゃあ次はね、実はまだ次もあるんだ。一応バディファイトのパックを買ってきてるんで、はい、これ5パック開封しちゃうんでね、次の動画見てください。ご視聴ありがとうございました。ておい。